ET。 ET めっちゃ似てるな思って。僕ね、自転車こうたらんなあかんね。まあ地味なやつがね、チャンピオンになってもね、そっから大変やけど、俺出てる人の中やったら一番俺花あると思うし、みんな地味やから。そこだから一番痛い目見せてあげた方がいいってことですよね。殺し合い限界言うんやったらほんまにお前喧嘩やったんぞ。まあ喧嘩やったら俺5秒で倒せる自信あるんですけど。生意気盛りな21歳、口は災いのもとじゃない。年寄りはちゃっちゃと下がっといてもらわんな。生きがって何が悪い。俺生まれながらのヒール資質なんかなみたいな。でもまあ美味しいとか俺が持っていきますと、ええとこ取りさせてもらおうかなと。毒を吐いて大物食らう。俺後ろ蹴った脇腹折れたじゃないですか。キャリア一番俺が絶対強いし、後ろ蹴りとか当たったら死んじゃうんじゃないかなと思います。俺に対して散々上等なことを言った罪をね、ゴールデンタイムで恥かかして、それを罰としてさらさせたいですね。高校生同士で殴りこしてたこと、チャンピオンたちと殴る蹴る時にはキルをしてた俺と比べる次元じゃないことだったから、負けるわけねえし、時間の無駄ですね。男盛りな31歳、顔の目あと60以上、針の数だけ紐も座る。もうとにかくだ、1回戦優勝目指してるから1回戦が邪魔です。今石川直キック、こんなところでつまずくはずはない。言ってんねんこのボケ、お前らとは違うねんと思いますけど、キックボクシングと K-1 は違うっていうのを分からしてやります。ダイヤモンドが1人、エースが1人あられれば大丈夫だから、俺が引っ張りますよ。未来がかかってますね、軽量級の。強いだけでも口先だけでも客は湧かない。でもこの2人なら湧かないはずはない。石川直樹 VS 雑賀喜左衛門。